今回は、はい、なんか未亡人をねテーマにしたそうなんですよ。初めての未亡人をやりました。38枚目の DVD なんですけど、今まで38本 DVD 撮ってきて初めての未亡人です。自分の旦那様が亡くなっちゃってすごいもう悲しんでる時になんかこう一人なんか訪ねてくる人がいるんですけど、その人が亡くなった旦那さんにそっくりなんですよ。カメラ目線なのでなんか見てくれてる人がもうその人になりきってもらえると思うんですけど、でそこからちょっといけない不倫が始まるという家庭のある人なんで、相手がすごい昼ドラっぽい感じ私がやっぱりもう服を着て畳の上でこうっていう展開が初めてなので、そのザ・未亡人なユーリも見どころなんですけど、衣装的には着ていないでそのソファのクッションだけで体を隠すみたいなのがあるんで、そこも見どころです。色っぽいところはそうですね、お風呂場のシーンですごいびしょ濡れになっててやらしいんですね、ここのシーンなんですけど、はい、なんかこう暗い感じで、すごい、あ、ここにも使われてますね、これです。はい、不倫をする男性というのは森下さんどう思いますか？いいと思います。うん、恋愛は自由ですよね。だから相手が家庭があってもなくても、うん、だって私初恋の人、友達のお父さんですね。12歳ぐらいでしたかね、はい、はい、今日はですね、DVD イベントでいつもこう気合いの入ったビキニで登場するんですけど、今日なんとなくサンジャポ出て気分が高揚してたのでビキニじゃなくて下着着てっちゃおうかなと思って下着で来ちゃいましたまあ、この間小橋健太さんの引退試合に行ったんですよ、武道館に。左隣に野田元首相、こちら側に徳光さんがいらして、翌日のスポーツ新聞の一面各種小橋さんだったんですけど、ステージがリングが盛り上がっている時にこう私の顔がちょっと半分見切れてたりとかG カップグラビアアイドルの森下ゆりです。ゆりの38本目の DVD リボンが大好評発売中です。ゆりが初の未亡人に挑戦してとってもエロくいやらしい感じに仕上がっているので、皆さんぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。バイバーイ。